三目道図ズ清里スキー場は山梨県北都市にあるスキー場。八ヶ岳主砲赤岳東側の山梨県側に広がる清里高原にある人工雪主体のスキー場。清里高原の北西部に位置し、ゲレンデの標高は約1600メートルから1900メートル。古くから山梨県営スキー場として存在していたが、リフト等の設備はなく、また、 自然降雪による滑走のみであったため、利用者は少なかった。1980年代に入り、八ヶ岳周辺で、スキー事業を手掛ける北沢観光株式会社によって、整備され、親会社であるキッズによる、出資設備投資が行われ、1990年に、キッズメドーズ大泉、清里スキー場としてオープンした。その後2002年に清里ハイランドパーク株式会社に、 株式場とされ、名称をサンメドーズ・キヨサトスキー場とし、現在に至っている。自然降雪こそ少ないものの、標高が高いことに加え、同スキー場がある北都市は日本有数の日照時間を誇り晴天率が高く、正面には富士山、南アルプス、奥秩父山海、背後には八ヶ岳がそびえる眺望に優れたスキー場として知られている。以前は、 スキーオンリーの施設だったが、現在は、スノーボードも、全面開放されているメレンデの所在地は、当時の旧北駒郡大泉村であったため、大泉の名が冠された。http:/www.kiyosato.gr.jp スラッシュプレジャースラッシュスキースラッシュインデックス .html 清里観光振興会。ありがとうございます。